高三女、スイーツ脳、あくまで当時。家族構成は、会社員の父、パートの母、一歳違いの妹。すべての始まりは、高三の春。左顎の下部に、しこりができたことだった。出来物は、直径3センチくらいで、触っても痛みはなく、ただ存在するという感じ。ゆとりな私は、しこりのコリコリ感を楽しんでいた。大事だとは思っておらず、母に相談し、昔から見てもらってる町の先生のところに行った。町医者のところでは、検査設備も整っていなかったこともあり、一週間後くらいに臨死の病院に行くことになった。大きい病院で担当してくれたのは、20代後半の女医さんで、クールビューティーな感じ。付き添いの父がリフフしており、綺麗な女医さんって本当にいるんだなぁと思った。とりあえず、いろいろな可能性が考えられるが、腫瘍も大きいし、最終的には切ってみないとわからないと言われたので、一週間後に手術となった。人生初の手術は全身麻酔で、あっという間に終わった。その時生理だったのだが、終わった後に股間を見たら、ナピキンが変えられていたんだが、誰が変えてくれたんだろう。その後2日ほど入院し、傷口の状態を確認して、とりあえず一時的に退院した。腫瘍は検査に出して、結果が出たら電話します。また来てください。と言われた。10日くらい経って、クールビューティー先生から電話が来た。この頃には季節は秋になっていた。なんか別の科でまた診察を受けないといけないんだって。ああ、そう。その週、学校を休み、午前中に T 先生のところへ。今回の腫瘍は悪性腫瘍とのことでした。血液内科の先生がいますから、治療はそちらになります。当時は悪性腫瘍が何なのかもわからなかったゆとりだが、なんとなく嫌な予感がした。その時はまだ、血液内科って何？かっこいい名前。来週学校行ったら友達に自慢するばい。くらいの余裕はあった。血液内科の先生は夕方になるとのことなので、その間ご飯を食べたり、なんだろうねーと言い合ったりしながら、17時くらいに待合室に行った。が、いつまで経っても呼ばれない。19時くらいになっても呼ばれないので、さすがに飽きて。また来ればいいだろうと思ったので、看護師さんに日を改めてもいいですか？と聞いたところ、先生に確認しますと言われた。戻ってきた看護師さんから、すみませんが、もう少々お待ちいただきたいとのことです。と言われた時にも、まだ、ち、めんどくさいなぁ。明日休みだからいいか。3連休美味しいです。くらいに思う、察しの悪いアホゆとりだった。20時を回り、さすがにお腹が空いてきた頃、診察室に呼ばれた。その先生は、父と同い年くらいで、眉毛が異様に長かったので、眉毛先生としよう。耳鼻科で結果は説明を受けてますか？悪性腫瘍ということは聞いています。正確に言うと、その中でも、高悪性度のものになります。はぁ、あ。入院は必要なんでしょうか？若いから進行も早いでしょう。すぐにでも入院してください。半年くらいになります。そこでやっと、ことの重大さを悟り始める。半年って、高校卒業できるのか？まずは来月の遠足。もう遠足に行く服買ったのに。お正月はかまぼこ食べまくる自分的イベントが。クリスマスはケントのチキン。受験はどうなるんだろう。まさか、全部無理だったりして。いやいや。2秒くらいで、上のようなことを考えていた。遊ぶことと食うことしか考えていないというのが、お分かりいただけるだろう。眉毛先生は、とてもいい人だった。動転する母と私を相手に、改めて病気のことや、治療方法の説明をしてくれた。ほとんど覚えていないのだが、入院が嫌で嫌で、悲劇のヒロインを気取って泣いている私に、眉毛先生が言葉をかけてくれた。
それだけはっきり覚えているので書かせてください。僕は患者さんには楽観的な言い方はしないようにしています。このまま放置したら確実に亡くなります。これが80歳の方だったら辛い治療はせず、残りの時間を楽しく生きるような方針にするでしょう。でもあなたはまだ17歳なんです。これから何十年も生きなきゃならないんです。そして土日明けの月曜日からの入院が決まった。診察室を出るとき、母が先生に、お願いします、お願いします、助けてくださいと言いながら泣いていて、それが何よりも辛かった。よくわからない責任感で私が泣けなかった。とにかくしばらく学校には行けないことははっきりしていたので、家に帰る車の途中で何人かの友達に電話した。話していると電話口で友達の方が泣いてしまうので、途中から友達への連絡はメールにした。こんな状況なのに泣いてくれる友達がいて、自分は幸せだと思った。どうでもいいけど、母が動転して事故とか起こさないか、すごく心配だった。私が幼稚園の頃の話だが、味噌汁にシャンプー混入してしまったり、結構ドジっ子なところがあるから。帰宅して妹と父に説明し、土曜日は家族で過ごし、日曜日は昔から通っていた教室のピアノ発表会だった。病気のことを話さなければならない相手がいた。一人はピアノの先生、もう一人は幼馴染の T。 T とは一つ年下でピアノがめちゃくちゃ上手い男の子だった。家はちょっと離れてるけど、ちょいちょい遊んだりする不思議な関係。こいつとは後にいろいろあるんだけど、それはまた別の話。 T、 ちょっといい？何？私ぶっちゃけガンになった、入院する。え？ガン？ちょ、何気に声大きい。ごめん、でもどういうこと？病気の説明をいろいろとして、半年くらい入院になることと、できたらお見舞いに来てとお願いした。そして月曜日から入院生活が始まった。最初の一週間は病気がどれくらい進行しているか、転移はあるか、などなどの検査をする。その後はクリーンルームへ移動し、抗がん剤治療をする、とのことであった。クリーンルームに行ったら家族以外の面会は NG と言われた。この時点で心が折れそうになり、友人にメールした。なんか今週しか会えないみたい。マジで？ちょっと今あんたのことで会議してる。会議って何？いいから、金曜日までは会えるのね。いつも5人くらいのグループで遊んでたので、みんなでお見舞いの計画でも立ててくれてるのかな、とワクテクしている自分がいた。金曜日、やはりみんなでお見舞いに来てくれた。先生に早退許可をもらったらしい。お勉強はあまりできない子だったけど、高校は本当に楽しかったから、久々に会えて嬉しかった。その手には、千羽鶴があった。え？ちょ！クラス全員でおったから。受験の大事な時期に。ちなみに、他のクラスの友達も祈ってたから。折り紙の裏に応援メッセージとか書いてあるから、強力な念がこもってるよ。5日で千羽。なんていうか、もうね。感涙した。私が通ってた高校は 90% 以上が大学に進学する中の上くらいの進学校で、秋口なんて本当に大事な時期なのに、授業そっちのけで折ってくれたことがありがたくて申し訳なかった。折ってくれた人の中には普段あまり話さない男子や、ぶっちゃけ私は嫌われてるんじゃないかって思っている女子もいて、よかった、千羽鶴折ってもらえる程度には嫌われてないんだ、とか変な安心をしたりもしていた。ちなみにこのことを母に話したら、複雑ながらも喜んでくれていたようだ。中学の頃1年間くらい軽いいじめにあっていたことがあり、高校では友達ができたことを喜んでくれてたのかもしれない。それはそれで複雑。一般的に若くしてがんイコール死ぬ、人生終了っていうイメージがあるだろう。自分も入院中、
某芸能人の方の訃報が流れたり、インターネットで亡くなっちゃった方の闘病記とか読んで、それだけで自分ももしかしてと思っていた時があったんだ。だから自分が治ったという話を書いて、今闘病している人やその家族がいたら自分なりに勇気づけられたらなぁと思ったんだが、やっぱおこがましいな。もし需要あったらまた書き溜めてから来ようかなと思うんだけど、どうでしょうか。診断名はバーキットリンパ腫です。一週間ほどの検査を経て、転移はない、つまりステージ1、ステージ1から4だか5だかまであって、数字が高いほどヤバめ。来週からゴリゴリ抗がん剤を入れる。この病気は再発するとしないとでは天国と地獄ほど違う。耐えれ。こういうことになった。ちなみに髪の毛はエクステをつけていて、せっかくバイト代で美容院行ったのに超もったいなかったが、闘病するためにバッサリ切ることにした。バリカンを使ったのは後にも先にもあの時だけだ。あと胃カメラはもう二度と飲みたくない。ゴボゴボってなった。ゴボゴボって。いよいよクリーンルームに移動し、抗がん剤治療が始まった。ちなみに腕からじゃなくて静脈？動脈の太い血管から薬を入れるために、鎖骨の下あたりへ点滴の管を刺してたんだが、それらを固定するために肌に直接糸で縫い付けたんだが、あれがすごく痛かった。副作用でよく吐き気とか言われてるが、自分はゲロの匂いが苦手なので出ないように祈ってた。以下、お食事中の人は注意。抗がん剤を入れ始めて30分ほどした後から一気に気持ち悪くなった。その時当時好きだった人と電話で喋ってたんだが、喋ってる途中で吐きそうになり、しかしスイーツだった自分は吐くことを悟られたくなかったので、ごめん、眠くなっちゃったから寝るね、電話ありがとう、などと都合のいいことを言い、トイレにダッシュし思う存分吐いた。夕食で食べたものが全部出ていた。これはと思ったが、嘔吐は一回では終わらなかった。その日から数日間ハイパー嘔吐タイムが始まった。とにかく出るわ出るわ。30分から1時間ごとに吐く。寝ていても吐き気で起きる。自分は本当にゲロの匂いが苦手だ。妹の嘔吐臭でもらいゲロスキルを発動するレベル。本当に嫌だったが、洗面器に吐くと処理も大変だし、一時的に我慢しても結局吐いてしまうので、催しそうになったらダッシュでトイレに行き、思う存分吐くスタイルを取ることにした。個室ということもあり、トイレまでの距離が近いことも幸いし、トイレダッシュスタイルが失敗したのは闘病中一回だけという意味不明な自慢をしておきたいと思う。二日ほどして嘔吐が収まった。しかし次の副作用が始まった。抗がん剤は悪いがん細胞を叩くのはもちろん、いい細胞も叩いてしまうものらしい。そのため一時的に白血球が低下して熱が出たり、感染症にかかりやすくなるらしい。そのためクリーンルームに隔離するとか、医学的なことはわからないのでこんな説明になってしまう。誰か間違ってたら訂正よろ。自分はこの高熱もなかなか辛かった。とにかく40度台まで熱が上がる。最高41度。42度になるとタンパク質が固まって脳がとかいう話を聞いたことがあり、超ガクブルしていた。眉毛先生にとにかく高熱が辛いことを訴えると、解熱剤をあげましょうと言われ、解熱剤をもらった。そうすると30分くらいで熱が下がるのだが、数時間するとまた上がってしまう。その繰り返し。また1日に使える解熱剤の数も決まっており、夜中に効果が切れてしまった時は一晩中うんうん言っていた。それが5日間くらい続き、治療が始まった当初は楽勝というテンションだった私の心は折れた。この時には完全に悲劇のヒロインモードになっていた。17歳なのに学校にも行けず、遠足も行けず、バイトも遊びも行けず、ピアノも弾けず、
生物も食べられず、こんなクリーンルームとかに閉じ込められてる私、かわいそうという発想で、家から車で40分かかる距離を2日に1回お見舞いに来てくれる母のことや、仕事が終わってからお見舞いに来て面白い話をしてくれる父のこと、病院から5分くらいのびっくりドンキーでバイトを始めてくれて、バイトの日はほぼ毎日来てくれる妹のこと、相変わらず受験で大変なのに手紙をくれるクラスメートのこと、毎日外の世界のことを話してくれる友人のこと、本当に何も見えなくなっていた。1週間くらい泣いた。ティッシュをビリビリに破ってみたり、眉毛先生や看護師さんたちにわがままを言ったりなど、入院中の黒歴史である。しかし黒歴史はある時をきっかけに終わることになる。ある時クールビューティー先生が現れた。後出しになってしまうが、手術前に少しだけ話した時、クールビューティー先生は自宅と同じ町内の中規模な病院の院長先生の娘さんと聞いており、同じ町内に住んでいることを知っていたので勝手に親近感を持っていたりした。いちちゃん元気ないんだって。そろそろクリスマスだからクリスマスプレゼント持ってきたよ。いちちゃん眠れないことを気にしてるって聞いたよ。眠れない時は携帯電話でもいじったらどう？最近ゲームとかあるんでしょ？あ、本当は携帯電話 NG だけどね。いちちゃん元気になってまた耳鼻科に遊びに来てよ。そういうクールビューティー先生の手にはサンタクロースのキーホルダー人形があった。クールビューティー先生と話したことは実はそこまで大げさなことじゃないんだけど、クリーンルームという狭い世界で鬱になってた自分を確実に変えてくれたと思う。これは私の推測だが、医師から患者に個人的にプレゼントを渡すというのは、若手のクールビューティー先生にとって本当は規則に反することだったのかもしれない。けどクールビューティー先生は全くそれを感じさせず、私に言葉をかけてくれた。それが本当に嬉しかった。そこからは鬱モードになるのをやめ、絶対に生きる、絶対にクリーンルームから出るという気分になった。気持ち悪いくらいに変わった自分を見て看護師さんは、いちちゃんいい子になったねと言ってくれた。眠れなくて辛い日には携帯で風来の試練をやって暇をつぶした。また同じ病気の人から借りた漫画を読んだりしていた。いろいろあったが、抗がん剤、吐く、高熱、副作用なくなるという経過を経て治療のワンクール目が終わった。抗がん剤治療は全部で6クールあり、基本的にはワンクール目と同じ。抗がん剤、吐く、高熱とかいろいろ、副作用なくなる、白血球復活、また抗がん剤というサイクルで、基本的に2週間にワンクール。体調がなかなか復活しないときは3週間でワンクールとか行った。自分は少しずつ治療に慣れ、妹の持ってきてくれたハリボーグミを無駄食いしてはトイレダッシュ、ゲロコンボを決め、レインボーゲロが出たよとはしゃぎ、味の薄い入院食にえぐえぐ言ったり、たまに将来を悲観して泣いたりしながら過ごしていた。ここで入院中に仲良くなった闘病仲間を紹介したいと思う。まず暇つぶしの漫画を貸してくれたお兄さんは33歳子持ち、奥さん妊娠中と聞いた。江戸前の旬を全巻貸してくれたので江戸前さんと呼ぼう。江戸前さんは信用金庫勤めで、接待のゴルフ中に倒れたことで病気が発覚したとか。私は両親に守られて過ごしていたが、彼は奥さんや子供を守る側だった。闘病は本当に大変だろうに、それを全く顔に出さない人だった。泣いて病気が治るんだったらいくらでも泣くけどさ、そうじゃないじゃん。だから俺はグルメ雑誌とか見て過ごすわけ。退院した時にいっぱい食えるようにな。と言っていた。そんな明るい江戸前さんが私は仲間として好きだったし、元金融業界にいた父ともよく話していたようだ。
私と違ってクリーンルームには入らなかったので、途中からあまり話せなくなってしまったが、私の誕生日には看護師さん経由でお菓子をくれたりした。江戸前さんの明るさに救われていた部分も多々あった。次は自分と同じバーキッドリンパ腫にかかっていたお兄さん。当時24歳くらいのやんちゃそうな感じで、同じくクリーンルームに入っていた。クリーンルームに共有の電子レンジがあり、いろいろと食べていたのだが、お前食うの早いな、とかからかわれたりしていた。同じ病名ということもあり、会えば話をしていた。病室のテレビは基本的に有料、テレビカードを買うのだが、お兄さんは PC を持ってきて、PC でテレビを見てるから、料金はかからないと自慢された。自分の PC を持っていなかった自分は、ちょっと悔しかった。まあ、江戸前さんも、テレビお兄さんも、死んじゃうんだけどね。二人以外にも、看護師さんをよくからかっているおじいちゃんや、物静かな白血病のメガネのお兄さんがいて、お互いに、副作用がーとか、不謹慎ネタを言い合って過ごしていた。あっという間に年末になり、いつもは紅白を見ながら、みんなで年越しすき焼きを食べるのに、この年は病室で一人寂しく過ごした。元日には、両親と妹がやってきて、明けまして、とか、さっさと退院できるといいね、とか言いながら過ごした。そして1月の2週目から、治療の最終クールを行うことになった。とりあえず、このクールが終わったら、もう一回最初にやったような検査をして、体内がどうなってるか、改めて調べるらしい。ちなみに、ワンクールごとに、脊髄に注射、マルクというらしい、をして、脊髄に、癌細胞がどれくらいいるのか、というのを治療の目安にしていたようだが、3クール目くらいから、脊髄には、ほぼ癌細胞はいなくなっており、自分はいけるんじゃないかと思っていた。しかし、懸念していることが一点だけあった。もともと左顎の下に3センチほどのしこりがあったが、手術で切除した際にほとんどなくなり、治療を行ったことにより、しこりが再度大きくなることはなかった。しかし、5クール目くらいに大きいしこりがあったごく近くに、小指の先くらいの小さなしこりがあることが分かったのである。その小さなしこりが今回の病気によるもので、最終クールの治療を行ってもなくならないようであれば、また別の治療を考えなければならない。眉毛先生は、やはり耳鼻科で手術しないと何とも言えないが、位置の関係上、今回の病気によるものの可能性が高い。とりあえず最終クールの治療を行い、その後調べると言っていた。自分はドキドキしながら最終クールの治療を受けた。副作用コンボには慣れたし、病院にも馴染んではいたが、やっぱり外の世界で暮らしたいし、入院長期化は嫌だった。そして最終クールの治療が終わったが、小さいしこりはなくならなかった。冗談じゃなく、テンション的には死ぬかも、くらい、お先真っ暗状態だった。最終クールの治療が終わり、体調も安定した日の夜、家族全員が集められ、CT スキャンの画像を見ながら、眉毛先生による説明が行われた。治療がすべて終わり、血液検査やマルクの結果もよく、一さんもご家族もよく頑張りました。とりあえず退院はして OK です。いいんですか？しかし、ここにやはり小さいしこりが残っていますね。これの正体がわからないと、寛解、血液の病気でいう完治みたいなものとは言えないでしょう。別の日に再度手術をして調べてみましょう。というわけで別の日に手術を行った。執刀はクールビューティー先生で、再手術にもかかわらず嬉しかったのは秘密。再手術は最初の手術と違い、局所麻酔で行われた。左顎の下という位置にもかかわらず、なぜか結構喋れたのだが、麻酔がちょいちょい効いていないのか、すいません、痛いです。ああ、無理無理、今切ってるでしょ？うええー。とか言って、先生も看護師さんも苦笑していた。うるさい患者である。
クールビューティー先生。いちちゃん、しこり取れたよ。どんなですか？悪人ずらしてる？お母さんには見せておくけど、いちちゃんは安静ね。ちなみに最初よりは悪人ずらしてないよ。ありがとうございます。この手術の結果はやはり2週間くらいかかるらしく、電話がかかってくるまで家で待機していた。ちなみに生きた心地は全くしなかった。そして数日後、クールビューティー先生から電話がかかってきて、結果をお知らせするので病院に来てくださいと言われた。いちちゃん、今回はね。ドキドキ。はい。悪性じゃなかったよ。おお。詳しいことはまた眉毛先生から解説があるから、そっちでね。ニコ。いそいそと血液内科の病棟へ。おめでとうございますと言ってはなんですが、この腫瘍は悪性ではなく、自家腺が石灰化したうんぬんかんぬん以下略、つまり悪性腫瘍ではありませんでした。本当に良かったですね。先生、ありがとうございます。本当にありがとうございます。というわけで取り急ぎ寛解ということになりました。こういう病気は寛解後5年再発しなかったら完治という目安があります。次回は1ヶ月後、その後の最初の1年間は3ヶ月ごと、2年目は4ヶ月ごと、3年目からは半年ごとに来てください。こうやって私は病気に勝った。肝細胞には悪いが、ボッコボコにさせていただいた。いや、ボッコボコにしたのは私じゃなく眉毛先生だけれども、通院は面倒だが、まだ入院してる江戸前さんやテレビお兄さんの顔も見れるから、まあいいかと思っていた。とにかく私は病気に勝った。それが本当に嬉しかった。もう少し続きます。眉毛先生の言う通り、最初は1ヶ月後に病院に行った。再発なし、無罪放免である。忙しい先生には悪いが、どうしても聞きたいことがあった。眉毛先生、あのテレビお兄さんって眉毛先生が担当ですよね。元気にしてますか？ああ、あの人はね、亡くなったの。私ポカーン。嘘だ。同じ病気で同じように先生の治療を受けて同じように過ごしていたのに、同じ食べ物を食べていたのに。嘘だ。絶対に嘘だと思った。そのまま入院病棟に行った。顔なじみの看護師さんに挨拶とお礼をしつつ、さりげなくテレビお兄さんのことを聞いてみる。小声で、亡くなったの、と言われた。他の患者さんもおり、小声の会話になったが、お線香をあげたいということを伝え、ご家族の方に連絡してもらえるように頼んだ。まもなく実家に、テレビお兄さんのお母様から電話がかかってきた。母が出て取り継いでくれた。あの。ごめんね、あの子亡くなったの。お辛い時に申し訳ありません。入院中は大変お世話になりました。お線香をあげさせていただけないでしょうか。テレビ母は、ご自分も辛い時だろうに、心よく応じてくれて、ご住所を教えていただいた。その次の土曜日に約束をして電話を切った。テレビさん宅には父が連れて行ってくれることとなった。テレビ母は未だに目が真っ赤だが、笑顔で迎えてくれた。あなたが退院した後、うちの子はちょっと悪くなっちゃってね。眉毛先生に治療してもらったんだけどダメで、最後に眉毛先生の判断で外泊させてくれたの。でもその時にはもう足腰が弱っていて、自分の部屋には行けなかったわ。それでも好きなテレビを見たり笑って過ごしていたの。外泊が終わって病院のベッドに戻った後、しばらくは話ができたんだけど、突然うって言って気を失っちゃってね。そのまま。その後、病院でのあの子の様子を教えてと言われ、ポツポツと話した。テレビお兄さんにお線香をあげて、その日は帰宅した。同じ病名がつき、同じ先生に治療を受け、自分だけが助かった。自分が現れることで、テレビ母に辛い思いをさせてしまったのではないか。もっと考えてから行けばよかった。
無神経だったと反省した。それから自分は徐々に回復していった。高校には行けなかったが、先生たちのお情けで、課題だけで卒業させてもらった。ちなみに、みんなの卒業式は3月1日だったが、自分だけ3月の半ばに特別に卒業式をやってもらった。普段は入れない校長室にクラスのほぼみんなが集まってくれて、何かスピーチをと言われた。私は病気にかかってしまったけど、クラスのみんなが千羽鶴や手紙をくれた。無事こうやって卒業できたのは、みんなが励ましてくれたおかげもあると思う。お世話になった人たちに恥のない人生を生きたい。みたいなことを言ったと思う。ちなみに、お父さんからも一言、と担任の先生に言われ、普段は絶対に泣かない父が号泣していた。私の入院中、父は気丈に振る舞ってくれていたが、やはり辛かったのだろうか。母は言うまでもなく、卒業式の最初から号泣していた。それからも定期検診には通った。夏ぐらいには普通に動き回れるくらい回復していた。私は社会復帰の一環として、父が働いている会社での事務仕事のバイトを紹介してくれた。外出時に面が蒸れて暑かったことをなんとなく覚えている。そして蒸れた面とともに江戸前お兄さんのお見舞いに行った。しかし看護師さんに退院したと言われた。テレビお兄さんと違って江戸前お兄さんとはメールアドレスを交換していたので、退院したって聞きました。おめでとうとメールしたが、なぜかメーラーデーモンさんからお返事が来た。え、ちょと思った。お互い退院したら江戸前さんの奥さんやうちの両親も含めてみんなでうまいと評判のラーメン屋に行くと約束していたはずなのに、忘れ去られていたのかもしれないと思うと悲しい気持ちになった。そしてバイト中に実家にかかってきた一本の電話で真実を知ることになる。その日もやはり暑い日だった。バイトから帰ると母が泣き笑いみたいな顔をしていた。一、落ち着いて聞いてね。え、どうしたの？江戸前さん、亡くなったんだって。なったまた。いや、本当に。一がバイト行った後に江戸前さんの奥さんから電話をもらってね。最近亡くなったって。電話だから詳しいお話は聞けなかったんだけど、電話の後ろでお子さん二人の遊んでる声がして、それでお母さん悲しくなっちゃって、住所とか聞けなかったの。一ちゃん、江戸前さんから漫画借りてたでしょ？確かに、江戸前の旬は返したが、その時発売されたばっかりだった、クロスゲームの一巻を借りていた。奥さんね、そのことを知ってて、それは形見として持っていてください。そしてそういう人がいたことを、たまに思い出してあげてくださいって言われたのよ。その後は父が、江戸前さんの分も生きようなとか言ってた気がするが、あまり覚えていない。江戸前さんが亡くなってることはどうしても信じられなくて、数回ほど携帯メールをしてみたが、返事をくれるのはメーラーデーモンさんだけだった。それからテレビお兄さんと江戸前さんの死を引きずりながら、私は進学、就職をした。時折死への恐怖が襲ってくることはあるけれど、それを乗り越えながら、この前やっと寛解から5年が経ち、幸いにも再発はなく、完治と呼べる状態になった。実家は東北の山奥だが、今は東京近辺で一人暮らしをしながら会社に行っている。私は病気に勝った。だけど、行ってしまった人もいる。何が運命を分けるのか、あれからずっと考えているけれど、未だに分かっていない。江戸前さんにはまだお線香をあげられていない。仕事でめちゃくちゃ怒られた時はかなりへこむが、それでもあのクリーンルームでの経験に比べたらまだマシだよなーって、また会社に行く気力が湧いてくる。生きているといろいろあるけれど、私はこれからも生きていきたいと思う。私が入院してた頃の話は以上です。何か質問あったら答えます。
今は幸せ？今は幸せだよ。自分が普通に働けてることで、両親がかなり嬉しそうにしてくれてることもあるかな。妹も就職が決まったしね。こんなことあると神様信じる？いたとしたら、私は不道徳な奴よりも、二人のお兄さんを助けてくれたと思う。もしいたとしたら、相当文句言う自信はある。あ、眉毛先生は神様だと思っているけど。漫画を大切にして、江戸前さんを時々思い出すことでいいんじゃない？ありがとう。漫画は今でもちゃんと持っているよ。無理なのはわかってるけど、もう一回会いたいな。ラーメンとカレーどっちが好き？顎の傷は気になるの？自分は断然ラーメン派。油少なめ、麺固め、メンマトッピングで頼む。顎の傷は今でもうっすら残ってるけど、顎を引いちゃえば見えないから、あまり気にならないよ。普通が幸せってことを実感してるんだ。強い人間って感じ。オツです。とりあえず良かったね。歳が近そうなので、感情移入してしまいました。体を大切にね。それじゃあそろそろ、スレを落とさせていただこうかなと思う。かまってちゃんとか叩かれると思ったが、ぬくもりティーをもらえて、本当に嬉しかったんだぜ。こんな時間までお付き合いいただき、レッスンをいただき、ありがとうございました。あ、しんみりさせちゃったところ悪いけど、どうしてもはっきり言いたいことがあった。一は、刺身とか、生クリームとか、すき焼きの生卵とか、いわゆる生物が大好きなんだが、入院中は感染源になるかもしれないということで、それらを一口たりとも食べられなくて辛かった。クリスマスケーキや誕生日ケーキは、妹にすべて奪われたからな。けど今は、社会人になったので、自分のお給料で生物食べ放題です。マイブームは縁側です。縁側、縁側。それだけは言わせていただく。ではでは、本当にありがとうございました。いい夢見ろよ。元気そうで何よりだ。幸多からんことを祈ってるよ。おじさん、久しぶりに泣いちまった。幸せになってほしいよ。おっつー、頑張ってな。みんな、最後まで読んでくれて、どうもありがとう。